さあ7月3日ストリートファイター 2X 闘撃イレブン予選準決勝から6が開始です。勝ち上がっているのは吉尾沼ベイビーナイン、これが 2P 側、そして 1P 側は座っているのが、これは小高商店赤村白というチーム、白さんなんか急遽出ることになったという。さあさすがの小高が練り込んで何もしない、まあ別に勝ってるしやと。おおヘッド中足重ねをダブルサンはパナしてくる。さあ強者戦猛者戦を見ているようだ、かなり熱い試合。一本目取ってんの小高、神髄二代目という名前ですが小高商店、色も変わっていますね。さあジャンプライパン、これ前さあ投げてどうなる、ストレート、そしてクリーティブガード、ナイスガード、愛知これは裏剣が入る。アデレグの吉尾がいる、残るはベイビーナイン本だらけなので、ね、ゲザール動けない状況。ソニックの数を数えとけ。さあまずはほぼ五分の状態、まあ、これが永久に続くかと思いきや実はいろいろ動きがある。もう前に出た瞬間の読み上げがかなり安い、まあ、飛び込みを相打ちで落として着地の読み上げとかその辺に注目。ソニックに対して生裏剣とかもありますからね。さあダメージ勝っているのはワンピー側、小高商店茶色いがいる、あ1位おいしいのは体力勝ってる側。さあ先方三立てがあるのか、これは吉尾が中足中足かなり痛い目に遭っている、飛び込み入るソバットボムシの愛知。さあおっとしゃがみライパン、さあバレてるバレている。さあソニックが当たって、さあ回り切って、ここは吉尾がかなり綺麗に勝っている。裏剣が入る、今のは読み合い。さあ第3ラウンド 1P 側は先方小高商店、2P 側は中堅吉尾がいる。 1P 側残っているのは白龍赤ブラブランカ、 2P 側はベイビーナインが残っている。さあなんとしてでも小高商店を倒し、赤ブラを倒した後白龍を殺さないといけない。さあ裏剣が相打ち、体力ゴムゴム中足当たってリードは小高、裏剣愛知ダメージを愛知からちょっとでも痛いの大足、今のうまいバレてんだよと言わんばかりの大足。さあクロニック当たる、これは中盤。さあ大将のベイビーナインだ引きずり出された。さあ先ほどの相模中盤フィニッシュに 2P 側から物言いが入っている。よっしゃ行く、あーっと2スピが入って画面端、画面端に隠居していると本田は全然やることがない。さあよっしゃ行く、あーこれが痛い、有田立てしゃがみ中撃、あいいえち立ち撃か。まずは1本目は小田が、さあ裏切りから続かない、しゃがみ大パンチが相打ちのために出してるのに一方的に負けることを裏切りというですよね、合ってますよね。あと相打ち、さあ信用していく、最後は歩きに中足、小高商店サンタでこれで決勝に駒進める。さあ 1P 側は友部が、2P 側は前村愛知流。さあ久しぶりの YUU さんのガイドチーム、
さあ2回転さんと組むのはいつもの音。さあ中野チームは、中野って言ってますけど中野勢は1人だけ。さあ S キャラは投げまくっちゃえ。さあ下段を選んだ。立ち台で全然集まきを潰す。投げる。さあ S キャラの弱点をついていく。立ち台、さあ立ち台止めた。さあ波動波動しっかり水準よくで。さあ立ち台、さあ投げて、さあまだ波動波動、さあファイヤーでこける。さあ鳥かごに行けるか。さあヘッドプレスかデビューバーか分からないか出したほうが食らう。さあ避けてからのダブに垂直ジャンプ大キックが待っている。さあ明日のキックで取り返し、飛んでいく。さあ飛んでいったが竜巻で切り返した。めくりはガード。さあ今の表からかなり分からないめくり。飛んでいく昇竜スタート。コンボ失敗。安いがダブにで結果オーライ。裏から投げを竜巻で回避。投げる、めくって竜巻呼んで最高。さあバックジャンプしての見てから最高。さあ2人目は超人剣。さあ若手ながらも剣で頑張ってるようにかなり成長張り印。さあ期待の新人。さあ処理で当たった。ダンプダイパンで潰す。ユーベガさんが怒るぞ。大勝利、飛んでいく。これ間に合わない。ガード飛んで、これはしっかり勝利した。さあ剣対ベガは、さあ剣ルールという話もありますね。さあしゃがみ台を置いてる。立ち台立ち台立ち台。さあ勝利合わせていく。次は昇竜拳だったがしっかりガードしている。めくって投げる。さあ波動拳飛んでいくわ。これはしっかり対空。さあめくって五段決める。ピオリーチ寄ってない。波動拳画面端。さあおっと上手くなった。さあしっかりしゃがみやり過ごして吸いとけ。打ってない。さあ立ち中キック大キックガードしてから投げる。表からかなり失敗。ダメに。さあゲージが溜まって波動拳持ち出せない。立ち台勝利を使ったか。しゃがみ台太鼓。おおおおおお超減った。うっかりさんはいけません。さあ大将が来た。チュンリー、さあベガは、かなりチュンリーが苦手。投げる投げる。垂直から中キック中を投げ取らない。がむしゃらない。投げる。さあ飛んで、さあ垂直だったが最後は相打ち。さあ立ち台立ちに当たる。投げる。さあベガ使い強気。さあ勝ってる時はベガ強気。さあヘッド当たらない。さあ北チュンリーはユーベガさんとかなりベガ戦をやっているが、さあ相手は先方のためかなり強気。投げる投げる垂直。さあうまくバックジャンプした。しかし一攻剣垂直。さあ投げる。というのはワンピーガーは2回転バイト。さあ通信が北チュンリー。さあ得意の半分見てからが出ればチュンリーも勝てるぞ。さあ中心止まる。さあ食らってはいるがゲージは溜まっていた。さあゲージを溜めてからスタート。さあ食らっている。さあしかしダッシュダイバー。
スターが相手取って、これはガードシール。スター裏に回ってヘッド、なんか早かったか、ずらして出そう、止まる。さあわからない、おおおおお、いくつだったかわからない短パンが来た。そしてしゃがみ中、しゃがみない、ラスト止まる。さあこれは止まった、シュートかわして短パンで止める、しゃがみない、これはガードできる、バックジャンプで切り返して、さあゲージが弾で相打ち、ラスト、さあしっかりヘッド、さあ下げ飛び失敗したが問題なかった。さあダストチューダーで出していく、止まるが、さあダッシュアッパーが相打ち、ラウンド3ファイト。さあスイートク、さあ相打ち取った、ダメージ勝ち、バックアップ当たってない、さあグラスト当たる、テンション強気、ヘッド逃げて、逃げれない、ヘッド中盤はダッシュアッパー、表からヘッド、ヘッド、さあ出していく、これはガードした、バックジャンプ、さあ百列を出し続けた。ああ、マスター付近まで行ったかいる。スパ4ギルド真髄をよろしくお願いします。私と YUU さん、ベビーナイさん入ってますね。さあ、ガイル準備。さあ、ソニック。ソニックでダメージは取ったが、さあ、まずアルテルス削りに行く。さあ、ソニック。中足機構。さあ、中足置き。歩いている。これはうまい。最強的だった。さあ、投げ返しチューパー。機械さんっぽい。投げる、中足の戻りに戦術、本日2回目、ソニックソニック、さあ体力ほぼ5分、これは中足入る、サマー待ち、表から行くが時間は大丈夫、むしろ暗い安定まである。さあ暗い安定のテンション、さあ後ろにソニック飛んでいく、三段は入らない、投げる、これで中足ピヨッタ、ボンボンボン、サマー出したが、これはガード、ラウンド3ファイト。さあソニック、ソニック、スポーケン、さあ打ち合いして準備のゲージがたまる、中足ドンピシャー、対空失敗、表投げ返されている、ここはガードしている、セル出しちゃった、戦略出しちゃった、飛んでいく、中盤ソニック、さあバックアップしている、おっとっと、中盤、さあ最後はなんとか振り切った。さあ 2P 側の YUU、 さあ早いステージだ。さあそして、さあ今や凱旋は全員と、すごいもあるぞ、赤村投げる、やや投げ、歩いてスタベ、さあ後ろそろったか、潰す、投げる、さあどこ飛ぶ、さあジャンプダイパンがバックステップを潰す、さあ飛ぶ、さあ滑る滑る、飛ぶ、噛む、滑る滑る、しゃがみ強パンにスタブ。さあこれはどちらかといえば、沖ですね。歩いて投げる、さあ YUU なる強気、
さあソニックを下ってしまう、しゃがみ中出て、さあ画面端、何もできない、何もできないがブランコは何もできないさあさあしゃがみ台、しゃがみ台、さあ太鼓が当てないか、飛んでいく、めくって読んだ。さあこの辺の判断がさすがの若村。さああのヤヤガエルにもかなり分からしているぞ、飛んでいく、さあ体育ローリング、さあコンボ勢取りは定評が、おっとおっとっとっとおっと、さあ2回転バイソンだが、さあおそらく拾ってます、さあしかししゃがみ中キックモードで完全にガンバチモード、さあ完全対応、さあダソ刺さる、しゃがみ中、しゃがみ中、ダソ刺さる、立ちない、しゃがみ台決めてった、めくって投げ返した、しゃがみ台決める、さあヘッドが読めている、さあローリング、さあどうする、終わりいく、これは期待値には期待値が定評のあるシロリュー、さあ小田が、さあ早いステージで飛び道具が見えない、球が見えない、さあできるパンチ、さあしゃがみ大ビッグ振って飛んでいく、裏切らない、裏切られる、裏切った、裏切って問題ない、おおさあまだ打たない、まだ打たないぞ、しゃあない出した、甘えちゃダメですよ、2回転さ、2回転さ、甘えはダメです、甘えはいけません、甘えはいけません、球待ちです、さあトリックを踏む、サワーミユン、トリックトリック、さあコタが今大好きだぞって言うだけになったこれさあラッシュアッパーダブ、さあ完全対応さあリバースピンを使っていく、さあ裏切らない、投げる、めくって立ちない、投げが通らない、しゃがみ中、ダブニー、ここでダブニー、さあ飛んでいく、さあ実は小高は玉待ち、めくって5段決める、トニック飛んで、おっと飛んで空中だけ、さあ全て読めていた、さあワンピーが小高がいる、ツーピーが飛んでた、投げる、さあまあハイだし実は正解、さあホバーを潰した、坂道中、坂道中、めくってダブルサーバーまで決めた、さあ勝ったのは白虎隊、おめでとうございます。